皆さん、おはにちはのこんにちばんはなのだ。リズムハートの森ブーです。イエイ、皆さんに楽しんでいただいております 1,2 ニコニコアップビートウォーク、イナーウォークですけどね、その練習編続いておりますけどね、今回からはこの4回にわたりまして一緒にコラボレーションしてもらってます、輝く羽の西彩さんによります輝く羽ウォーキングエッセンスのご紹介です。イエーイイエイ、このですね輝く羽ウォーキングエッセンスを皆さんに楽しんでもらってます、イナーウォークに加えることでより効果的に楽しくウォーキングできるんじゃないかなと思います。それでは西彩さんお願いします。こんにちは、輝く羽の西です。私たちの歩行についてお話ししたいと思います。私たちは常に左、右、左、右、左、右と 1,2,1,2,1,2 のリズムで歩いたりしています。しかし体調が悪い方などは 1,2,1,2,1,2 などリズムの崩れが見られることが多くあります。この1,2,1,2,1,2,1,2 というリズムは体にとってとても大事なリズムになります。体調などを崩さないためにもこの 1,2,1,2,1,2 のリズムをしっかり体の中で作れるようにしましょう。はい、次は体でリズムを取る練習です。最初から 1,2,1,2 とリズムよく足を動かすことは難しいので、まずは 1,2,1,2,1,2,1,2 とリズムに合わせて頭を左右に振っていきましょう。はい、今度は先ほど 1,2,1,2 と頭を振りました。このリズムができるようになってきたら、これに合わせて手を入れてみます。 1,2,1,2,1,2,1,2,1,2 この時に重要になるのは手を前の方に前の方に前の方に出すことです。よく後ろにこう手を引くというふうに意識しがちなんですけど、私たちは歩くときに前の方に行かないといけないので、その加速度を作るには手を前に振った方が前に進みます。ですので手を前に前に前に、頭を少し揺らしながら前に前に前にというふうにしてみましょう。はい、西さんどうもありがとうございます。イエーイ。それでは早速今の西さんの解説に従って実践してみたいと思います。メトロノーム70、ね、この1,2,1,2 の2拍子のリズムに体を乗せるっていうのは練習編と同じですね。そして西さんの輝く羽ウォーキングエッセンスによると、この体、あ、いや西さん頭って言ってましたね、頭を揺らす、頭を揺らすね、これはなんか体全体のバランスを整えてくれそうですね。これですね、ね。そしてその次は手を前にということでしたね。あ、そうでした。この手を前に手を前に手を前にね、1,2,1,2 ですね。そして皆さん気づかれました？西さんの手が、手のひらが前を向いていた、前を向いていた。これはあの仏像とかね、観音様の手のひらが常に前を向いてますね。これ本当私には私心隠し事がなりませんよ、ね、皆さんに対してオープンマインドですよということを示すポーズとも言われています、ね、
なんかとてもピュアな気持ちでウォーキング取り込めそうですね。1、2、1、2、1、2、こんな感じですね。さあこの次はですね、引き続き西さんによります、生活のリズムと健康についてお話ししてもらいます。次の動画へどうぞー。